私が悪いと思っているなら、あなたも食べてみなさいよ。私は、ヒュートメが差し入れにと持ってきた饅頭を吐き捨てて、そう言った。夫が饅頭を口にすると、うわぁと叫び、トイレに駆け込んだ。その饅頭には、ヒュートメから私への最大の嫌がらせがされていたのである。ヒュートメから嫌われていることは分かっていたが、まさかここまでの嫌がらせをするなんて。私は悲しくなり、何も言い出せずにいると、ヒュートメを誰よりも怒ってくれて、私の味方になってくれたのは、思いがけないあの人だった。私は、東京で雑誌の副編集長として働く30歳のミチ。高校生の頃に、コンビニで何気に手に取った雑誌を見て、面白い、なんてわかりやすいんだろう、と心が躍らされて、雑誌の編集長になるのが夢になった。高校卒業後は大学に進学し、何冊もの雑誌を買い集めては、グルメについて勉強をし、度重なる面接を受けた後に、大手出版社に内定をもらい、東京で美味しいご飯屋さんを紹介している雑誌の担当を任されることになった。その後も順調に仕事をこなし、昨年、副編集長へも抜擢され、バリバリのキャリアウーマンとして働いている。雑誌の企画で、東京都内の有名レストランに取材に行った時の取材先で、レストランで料理長をしていた夫と出会い、仕事にとにかく一生懸命な姿勢と素直で穏やかな性格に惹かれ結婚した。初めて夫の両親にご挨拶に行った時、はじめまして、みちと言います。こちらがみちさん。東京で雑誌を作ってるんだぞ。すごいだろう。と、なぜか夫が自慢げに言う。あら、可愛くて素敵な子じゃない。雑誌を作ってるの？すごいわね。ぜひ私にも、みちさんが作った雑誌をまた見せてちょうだい。はい、ぜひ、また東京案内もさせてください。と笑顔で答えた。夫の両親はブドウ農家をしており、田舎に暮らしている。義両親はブドウをたくさん届けてくれて、私はそのブドウが大好きだった。私はお返しにと、自分が作った雑誌を送ったりして、義両親との関係も良好だ。夫もゆくゆくは、ブドウ農家を継ぐ予定だそうだ。夫は料理が好きなので、将来的にはブドウ農家を継ぐのではなく、独立してお店をオープンしたいようだが、この日は、久しぶりに義両親に会いに、夫の実家に帰省していた。すると姑から、みちさん、いつ仕事を辞めてくれるのかしら。そろそろ私も年なんだから、早くみちさんに手伝ってほしいわ。と言われた。私は今まで自分の仕事を応援してくれていると思っていたので、その発言には少し驚いてしまった。するとお父さんが、何言ってるんだ。結婚当初から、みちさんは編集長になるのが夢と言っていたじゃないか。そうは言っても、女がずっとバリバリ仕事を続けてもね。お母さん、申し訳ないのですが、最近やっと副編集長にも昇格して、夢に一歩近づいたところなんです。あら、私のお願いはそっちのけで、自分の夢を優先するの？それは。私は言葉を失ってしまった。おい、ゆき子。せっかくみちさんの仕事が軌道に乗り始めたんだから、あまり無理を言うな。困ってるじゃないか。と私をかばってくれたが、夫は人ごとのように鼻歌を歌いながらテレビを見ている。いやね、冗談よ。と笑ったが、本心なのではと思った。姑は小さい頃から地方で暮らしており、都会にはほとんど出たことがないらしい。主婦業の傍ら、お父さんのブドウ農家を手伝っているのだが、都会でバリバリ仕事をし、ブドウ農家を手伝わない私のことが気に食わないようだった。夫はというと、一人っ子で散々甘やかされて育ったのだろう。お母さんの言うことは絶対で、何でも母親に相談したがる、いわゆる隠れマザコンだ。自分の嫁がこんなことを言われていても、話には入ってこない。次の日、私はいつも通り会社に出勤するため、駅に向かって歩いていた。すると突然、キキー、バン
と激しい衝撃音が鳴った。私は信号を無視して猛スピードを出していた車にはねられたのだ。すぐさま救急車で運ばれた。目を覚ますと私は病院にいた。せっかく昨年やっとの思いで副編集長になったばかりなのに、私は半身不随となったのだ。夫は毎日のようにお見舞いに来てくれる。ミチ、体調はどうだ？ええ、大丈夫よ。何でも手伝うから、困ったことがあれば言ってくれよ。ありがとう。でも、仕事に戻れるかが心配だわ。ミチなら大丈夫だよ。とにかく今は仕事より、自分の体を大切にな。それに万が一、仕事に復帰できなくても、俺の実家の田舎に帰ろう。テレワークでもしながら、ゆっくり暮らしていけばいいじゃないか。と言ってくれた。夫が私の仕事のことも、体のことも気遣ってくれて嬉しく、リハビリも頑張れたものだ。後日、岐阜はお見舞いに来てくれたが、姑の姿はなかった。みちさん大変だったね。せっかく副編集長になったのに。辛いだろうが、僕らに何かできることがあれば言ってくれよ。お父さん、遠くからわざわざお越しいただきありがとうございます。今日、お母さんは？ユキコは、なんだか体調が優れないみたいでね。今日は遠慮しておくそうだ。と言った。お父さんが帰り、ベッドで寝ていると、姑から着信があった。みちさん、今日は行けなくてごめんなさいね。いえ、お母さんも体調が悪いそうですが、お体大丈夫でしょうか？え、大丈夫よ。それよりもみちさん、雑誌のお仕事はもうできないかもしれないけど、農作業は検品や出荷のお手伝いくらいはできると思うのだけど、田舎に戻ってきたら、私も息子の近くに住みたいのよ。その、まだキャリアを諦めたくないので、こっちで頑張りたいと思っているんですけど。と告げると、その体で何ができるのよ。まだそんなことを言っているの。せっかく全然使えない嫁でも、息子の嫁だからと優しく声をかけてあげたのに。と、驚きの言葉が返ってきた。私は、事故でそれでなくても、昇進中なのにひどい言葉を言う姑に、恐怖すら覚えた。それからというもの、姑からは毎日のように電話が来て、その度に、早く戻ってきなさい、恩知らずが、と嫌味を言い、催促するようになった。耐えかねた私は、夫にとうとう相談することにした。母さんがそんなことを？ええ、今こんな状態だし、ちょっとしんどくて。わかった。ただ、母さんもちょっと寂しいだけだと思うんだ。寂しければ、何でも言っていいの？それに私だけじゃなくて、あなたも本当は田舎に戻りたくないんでしょ。そうだけど、母さんが寂しがるから、俺も帰りたくないって言えないんだよ。なんて頼りがいのない夫だと、私はハーッと思わずため息が出た。しかし、夫が、ただ軽くだけどちゃんと伝えてみるよ、と言ったので任せることにした。それからというもの、姑からの電話は少し減ったので、夫が何か伝えてくれたのであろうと安心していた。そんな安心もつかの間、姑が私の夫とお父さんを連れてお見舞いにやってきたのだが、みちさん、なかなかお見舞いに行けなくてごめんなさいね。ちょっと農家の方が忙しくてね。ほら、私も年でしょ、なかなかね。と何か言いたげだ。そうですね。遠いのにわざわざ来ていただきありがとうございます。東京は観光されましたか？ゆうきさんのレストランのお料理もとても美味しいですよ。よかったら今度一緒に行きませんか？と話題をそらそうとしたのだが、都会は苦手なのよ。都会で観光なんて疲れるだけだもの。やめておくわ。それにゆうきもいずれは農家を継ぐのに何やってるんだか。5年だけ自分がしたいことをしたいと言うから上京させたのに全然帰っても来ない。田舎の方がゆったりしてて、のんびり暮らせるのに。ねえ、みちさん。そう言って、私が東京で働いていることにも、勇気がなかなか実家の農家を継がないことにも嫌気がさしているようだった。また母さんはそんなことばっかり言って、いつかは戻るよ。もう少し待っててくれ。と嘆いた。そうだぞ、母さん。みちさんは事故に遭ったばかりだ。
今はそんな話どうでもいいだろう、と言ってくれた。なんとか話題もすれて、その後は勇気のレストランの話や、最近の芸能ニュースや、ご近所の話など、4人でたわいもない話をし、場が和み始めた頃。みつさん、ちょっと売店で何か買ってくるよ、と席を立った。夫も、父さん付き合うよ、と一緒に部屋を後にし、私と姑の二人きりとなった。すると突然姑が、そういえば、電話で何度か伝えたこと考えてくれたかしら？農作業を手伝う話でしょうか。それ以外何があるのよ。先ほどまでとは打って変わって強気な態度だ。結城さんから何か聞いてませんか？まだ結城さんも私も東京で頑張りたいと思っているのですが。ええ、聞いたわよ。結城のことも丸め込んで本当に嫌な嫁ね。姑は夫と義父がいないことをいいことに、饒舌に私への嫌味を言い始めた。それに、あなたその体で何をするつもり？会社もあなたみたいな役立たず、戦力と思っていないわよね。会社でも役立たずな嫁を、大事な息子の嫁だからと私の優しさで、なんとか農作業では使ってあげると言っているのに。そんなことを言わないでください。私もこうなりたくて入院しているわけではないのですが。第一、あんなに東京で働き続けることを反対したのに、私の言うことを聞かないからそんな事故に遭うのよ。自業自得だわ。こんな嫁で、勇気もかわいそうに。と続けた。それ以上はもうやめてください。と少し大きな声で言った。何を偉そうに。と露骨に嫌そうな顔をする。本当に、勇気もこんな人の何がいいんだか。まあいいわ。今日はもう帰るわ。と姑は足早に部屋を後にした。夫とお父さんが戻ったのだが、そこには姑の姿はない。あれ？母さんは？もう帰るそうよ。あれ、そうなのか。なんだかバタバタと帰宅してすまないね。いえいえ、お気になさらないでください。今日はありがとうございました。この日から私は、必要に嫌味を言ってくる姑に対するもやもやな気持ちが大きくなりつつあった。また後日いつも通り、お父さんと夫とお母さんがお見舞いに来てくれたのだが、この日は珍しく、お母さんが差し入れを持ってきた。この前はバタバタ帰宅してごめんなさいね。これはそのお詫びなんだけど、よかったら食べてちょうだい。とよもぎまんじゅうをくれた。夫と義父の前だからだろう。いつもより優しい口調で私に話した。ありがとうございます。いただきます。姑がくれたよもぎまんじゅうを口にした瞬間、ガリッと変な音が鳴った。私はすぐさままんじゅうを吐き捨てた。まんじゅうを見るとなんとそこには、信じられないものが入っていたのだ。せっかく母さんが差し入れに持ってきたのに、何してるんだ、母さんに謝れ。と夫は私を怒った。私が悪いと思うなら、あなたも食べてみなさいよ。夫は、なんだよ。とまんじゅうを口に入れた。姑は、はっという顔をして、焦っていたのを私は見逃さなかった。そして、夫がまんじゅうを口に入れると、うわぁと叫び、トイレに駆け込んだ。実はそのよもぎまんじゅうには、ゴキブリが入っていたのである。お母さん、これは偶然入ったわけではないですよね。と聞く。うん。姑は何も答えなかった。何も答えない姑の代わりに、まんじゅうに入っていたものを私が説明をする。大きなゴキブリが入ってましたよ。まさか偶然、まんじゅうに大きな虫が入るわけないですよね。なんだと？とお父さんは、まさか自分の妻が？と驚いている。そう、実はお母さんが、よもぎまんじゅうにわざとゴキブリを入れて、私に食べさせようとしたのだ。どのまんじゅうを取っても、ゴキブリが入っているように、なんとすべてのまんじゅうに、ゴキブリを入れておくほどの徹底ぶりだ。そこまで私は嫌われるようなことをしていたのだろうかと悲しくなる。夫はというと、ゴキブリを食べてしまったショックから抜けさせず放心状態になっている。本当に情けない夫だ。
そんな中、一番に口を開いたのはお父さんだった。ユキコ、本当にそんなことをしたのか?と冷静な態度で聞く。ええ、そうよ。別にいいじゃない。全部は食べなかったんだし。それに、雑誌なんて毎回送りつけてきて迷惑なのよ。全部破いて捨ててやったわよ。と言った。なんてことをしたんだ。お父さんは心底驚いている。何よ。最近みちさんが私に生意気ばかり言うんだもの。ちょっとした嫌がらせよ。私が渡していた雑誌、捨てていたのですか。嫌がらせで済まされるレベルではないと思うのですが。と言った。しかし、姑はまだ逆上しながら続ける。それに、入院中って言うけど、あんなに東京で働かずに、ぶどう農家を手伝ってと言っているのに、言うことを聞かないからよ。通勤中の事故だなんて自業自得だわ。それに半身不随だなんて、もう農作業もほとんどできないじゃない。本当に役立たずなんだから。と、辛辣な言葉で私を罵倒し続けた。私は、お母さんのあまりにもひどい言葉に涙が溢れ出た。すると、誰よりも姑のことを叱り、怒ってくれたのは夫でもなく、お父さんだった。ユキコ、それくらいにしときなさい。そんなみっともない姿を息子とミチさんの前で見せるんじゃない。ミチさんは半身不随で入院中なんだぞ。それに、ミチさんが一生懸命に作った雑誌を捨てただと。なんでそんなことができるんだ。普段無口なお父さんの怒鳴り声に、姑と夫の体がビクッと動いた。普段温厚なお父さんの怒鳴り声に、その場にいた者全員が凍りついた。お父さんはいつも冷静に物事を考えるタイプで、気性が荒くなることもないので、怒鳴ったり怒ったりしたことはほとんどないと夫から聞いていたので、まさかここまで私のために声を荒げて怒ってくれるとは思わなかった。だって…とまだ何か言いたげな姑に対して、お父さんは、今回の件は絶対にやってはいけないことだ。嫌がらせの域を超えている。それに、農作業を手伝ってほしいだと誰がそんなことを頼んだ。俺は息子にももちろんみちさんにも、自分たちで決めた道を歩んでほしいと思っている。それにみちさんのように、ちゃんと自分の意思で夢を叶えようとしていることは素晴らしいことじゃないか。誰が何と言おうと立派なことだ。と言った。私はお父さんが、私のこと、夫のこと、私の仕事のことすべてを理解してくれていて、褒めてくれたことが本当に嬉しくて、また涙が溢れた。そして、今までずっと黙っていた夫も、やっと口を開いた。みち、本当は僕がみちの一番の味方をしてやるべきなのに、いつも母さんの言いなりになっていた。母さんの嫌がらせにも気づかず、みちが苦しんでいることに気づけなかった。本当にごめん。そう言って、夫は私に謝罪をした。私の方こそ、一人で抱え込まずに、もう少しあなたを頼ればよかったわね。すると、まんじゅうにゴキブリが入れられているのを知りながら、食べてみてと言ってごめんなさいね。勇気、お前もお前だ。料理人を続けたいなら、もっと自分の意見を言え。母さんの言葉がいつも正しいとは限らない。みちさんのことをもう少しちゃんと考えてやってくれ。それと、みちさんは何も悪くない。誰にも謝らないでいい。私も妻と一緒にいながら、妻が嫌がらせをしていると気づかず、本当にすまなかった。と、お父さんも私に謝罪をした。何よ、みんなして。と、今にも泣きそうな声でつぶやく。母さん。これ以上何か未知に言うなら、僕はもう母さんとは縁を切るよ。これ以上、未知を傷つけることは絶対に許さない。と、強く怒った。夫がお母さんに反抗しているところを見たのは、この日が初めてだった。お父さんと夫にこっぴどく叱られて、大好きな息子に縁を切るとまで言われた姑はとうとう泣き出した。泣きたいのは私だと内心思ったが、ひとまず今日は帰らせてもらうよ。本当にすまなかった。と姑を連れて帰った。こうして怒涛の一日が終わったのだ。その後、夫はあの日を境に、私のリハビリにも欠かさず、一緒に付き合ってくれるようになり、私が好きなデザートを頻繁に買いに行ってくれたりと、私がリハビリがきつくて落ち込んでいると、
相談に乗って励ましてくれるようになり、今まで以上に私に優しくするようになった。夫も今までの自分の見て見ぬふりの態度と情けないところを反省したようだった。また私はというと、半身不随となり仕事復帰できないのではと落ち込んでいると、夫が私の会社に直接掛け合ってくれたようで、テレワークで仕事を続けさせてもらえることになった。夫には感謝でいっぱいだ。姑はというと、私が退院するまでは一度も病院には来なかった。お父さんが私が回復するまでは会いたくないだろうと気を使ってくれていたらしい。退院当日、あの事件以来初めて姑がやってきた。なんとも申し訳なさそうな顔だった。今までの気の強い表情とは別人だ。みちさん、あの時は本当にごめんなさい。そう深々と頭を下げた。大好きな息子に絶縁されて、夫にもかなり叱られたようで、肩身が狭く暮らしているようだった。また姑が言うには、実は昔から都会に憧れていたが、田舎を出る勇気がなかったの。みちさんが東京で自分の夢を叶えながら働いているところを見て嫉妬してしまった。とのこと。それと、あなたが作った雑誌を破ってしまったこと、本当にごめんなさい。これであなたが許してくれるとは思わないけど、なんとか修復したの。と見せてきたものは、セロハンテープできっちりすべてがつなぎ止められていた雑誌だった。お母さんは捨てたと言っていたが、まだ家のゴミ箱にはあったようで、事件後、すぐにお父さんがゴミ箱から雑誌の切れ端を探し集めて、お母さんにつなぎ止めるように言ってくれたそうだ。本当にお父さんの優しさには頭が上がらない。すぐに許すことはできませんが、改めて結城さんのレストランに一緒に食事をしに行きませんか？もちろんよ。私なんかといいの？結城も会ってくれるかしら。本当に本当にごめんなさい。ともう一度深々と頭を下げた。姑からの謝罪は心からの謝罪のように感じたので、結城さんにも私から話をしておきますよ。次こそちゃんと東京観光もしましょう。と言った。お母さんは何度も何度もごめんなさいと言い続けた。やはり今までの嫌味な発言やあの事件のことは一生許すことができないが、大好きな夫と大好きなお父さんのためにも、家族で一から関係を修復しながら生きていこうと決めたのだ。